コルシカ共和国は1755年にパスカル・パオリがコルシカ島のジェノバ共和国からの独立と主権国家設立を宣言して成立したとされる共和国である。パオリが制定したコルシカ憲法は啓蒙思想により始めてイタリア語で記述された憲法で女性参政権を認める最初の試みであったが1769年にフランスが コルシカ島を制圧したことで、パウリ政権は崩壊し、憲法も廃止された。その短い期間の中で、共和国は行政、法制、軍隊を整えていた。コルシカ島の民族主義運動を成功に導いた、パスカル・パウリは、ジェノバ共和国の勢力を、海岸線の数都市を除いて島全域から駆逐した。この後、パウリは、 コルシカ政府の最高と数々の改革に着手した。首都、コルテに大学が設立され、コルシカの守護聖人でボタにちなんで1757年に、聖でボタ騎士団が創設された。コルシカ議会は、各地域で3年後期に選出される代表者で、構成された。 参政権は25歳以上のすべての男性に与えられた。なお、伝統的にコルシカの女性は村のポデスタをはじめとする各役職の選挙に参加しており、コルシカ共和国の国政選挙でも実際には女性も投票していたとする説がある。1761年、共和国はミュラトで独自の効果を鋳造した。効果にはコルシカのシンボルである。 ムーア人の頭が刻まれた。パオリの独立、民主主義、自由主義の試みは、ジャンジャック・ルソー、ボルテール、ギヨーム・トマ・フランソ・ワレナール、ガブリエル・ボノ・ド・マブリーら同時代の多くの哲学者たちから指示を受けた。ジェームズ・ボズウェルは1768年にコルシカの報告を出版し、パオリの名をヨーロッパ中に知らしめた。しかし、コルシカ共和国を国家として承認したのは、 クサイン朝チュニジアの米だけだった。1767年、コルシカ共和国は、ジェノバからカプーリア島を奪取した。コルシカ島の回復を断念したジェノバは、翌1768年にフランスとベルサイユ条約を結び、コルシカ島領有の権利を譲渡した。同年に侵攻を開始したフランス軍に対しパオリラ、共和国軍は激しく抵抗したが、 1769年5月のポンテノーウの戦いで、ノエル・ジュルダと棒を率いるフランスの大軍に決定的な敗北を喫した。コルシカ共和国は崩壊し、パオリはグレートブリテン王国に亡命した。リルルススにあるパスカル・パオリの共造コルシカ共和国最大の後ろ盾であったにもかかわらず、イギリスではコルシカ陥落の方への反響が小さかった。一方で、 地中海の重要拠点がフランスの手に落ちたのが主大事であることは確かであり、コルシカを失ったことはグラフトン内閣の失態であるとされた。一連のコルシカ危機でグラフトン内閣は大打撃を受け、1770年に総辞職に追い込まれる縁因となった。亡命してきたコルシカの独立活動家たちはアメリカ独立戦争や1782年のジブラルタル包囲戦で、 イギリス軍に参加し、活躍した。彼らと戦ったアメリカ独立派も、コルシカ共和国を建国の手本とした。アレクサンダー・ハミルトンらニューヨーク王立大学の学生が参加していたニューヨーク民兵のグループは、コルシカンズを名乗った。1794年、パオリは本格的にイギリスの支配を受け入れた上で、アングロコルス王国を建国した。しかし、 内紛の末にパオリはコルシカを退去させられ、1796年、コルシカ出身でフランスのイタリア方面司令官になっていたナポレオン・ボナパルトによってコルシカ島は再征服された。以降コルシカ島はフランスの領土となっているが、現代においても共和国の復活を目指すコルシカ、独立運動が続いている。ありがとうございます。